本日はある同期が考えたオリジナルゲームをやってみたいと思います。お願いします。たくあんはアメリカの畑でしか取れません。ということでゲームを紹介していきます。すごいね、切り替えが。はい、ちょっと今回は、どうも、はじめまして、またビーチコリアンと申します。はい、ということで今回ちょっとゲームを持ってきましたんでね、たくあんさんに一緒にやっていただけないかと思いまして、ぜひやらせていただきたい。はい、その名もジャパニーズジョークマンゲーム。まあこのゲーム、簡単に言うと、嘘と、真実と、ジャパニーズジョークマン、この3つを使ってやるゲームでございます。ルール説明いきます。今回3つの単語を使います。まず1つ目、ジャパニーズマン、アメリカンジョークマン、3つ目、ジャパニーズジョークマン、ジャパニーズジョークマン、はい、この3つの単語を使います。パンパン何々というリズム、よくある定番のリズムを使うんですが、パンパン何々、この何々の部分、先ほど言った3つの単語、好きなものを入れていただいて結構です。はい、例えばパンパンジャパニーズマンと言います、でまあジャパニーズマンイコール嘘をつかない九州男児で、それ言い終わったら次たくあんさん、パンパン先ほど3つの単語、どれでも好きなのいいんですけど、例えばパンパンアメリカンジョークマンと言った、そうしましたらこの場合はアメリカンジョークイコール嘘を言わなきゃいけないですね。なるほど、そうだから、パンパンアメリカンジョークマンと私言われました、そしたら嘘を言います。なので、パンパン今日エアコンを、サーフィンに持ってきました。これがアメリカンジョーク、これアメリカンジョーク、嘘ですからね、アメリカンジョークと言います。で、次僕がパンパン、これですね、ジャパニーズジョークマン、ジャパニーズジョーク、さっきやった3つの単語、なるほど、最後ですね、これ言うとするんですよ。そしたらたくあんさんはそこでパンヘイと言います。なんだこれ、なんか変わってきた、起きます、ヘイちゃん、はい、ってこうパッ、あとこれから重要なんですけど、ここからが、こっからがミソ、ここを見てこのゲームの一番面白い時、皆さん大注目です、見ないでください。いきます、じゃあ僕が、はい、じゃあ高野さん振っていただいていいですか、ジャパニーズジョークマン、オッケー、パンパンジャパニーズジョークマン、パンヘイジャパニーズジョークマン、ジャパニーズジョークマン、ジャパニーズジョークマン、というわけでジャパニーズジョークマンゲームでした。また会いましょう。結果的にじゃあ勝敗どこで決めるかっていうと、もちろん詰まった人が負けでもありますし、嘘をつけなかった人、本当のことを言えなかった人負けなんですけど、このジャパニーズジョークマンの時に、まあその芸術な動きができなかった人が、それは誰が決めんの、さもそれもディベートです、もう論のぶつかりです。そこ結局それで、そうね、決着引きつけるの、はい、そうです、俺の芸術はこうだ、そう、こうだ、今のはこうだ、こうだっていう、あーなるほどね、なのでちょっとねやってみたいなと思いまして、早速じゃあ、はい、ね、やっていきましょうか。まあこのゲーム僕が考えたんじゃないですけどね、今のアメリカンジョークマン、それじゃあ早速ジャパニーズジョークマンゲームプレイしてみましょう。やってみようか。さあまずは先攻後攻決めようか。なるほど、じゃんけんで決めますか。そうですね、最初はグー、じゃんけんぽい、先攻だ、ジャパニーズジョークマンゲーム、イエーイ、ジャパニーズジョークマン、うがいをしたよ、ジャパニーズジョークマンだからヘイマン、ちょっと間違えた、もう一回間違えた、一発目で、待ってジャパニーズジョークマンゲーム、イエーイ、いきます、アメリカンジョークマン、犬を飼い始めたよ、ジャパニーズジョークマン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 、
ニーズジョークマンって言っちゃうなって踊った後に静まり返るっていう、まあ、ジャパニーズジョークマンを振ったやつの負けですね、この場合は。最悪この空気にさせたから。これだって大人数でやってる場合、うん、もう最悪ですよ。あ、みんなでこれやって、やって終わっ 4回やった後にってなってる。もう最悪な空気作り出したのはあなたですよっていうことで負けですむちゃくちゃむちゃくちゃじゃないかちょっとこれ辛そうでしょ。ジャパニーズジョークマンゲーム、よいしょ、イエーイ。ジャパニーズマン、服を着ました。ジャパニーズマン、うがいをしました。アメリカンジョークマン、食べ物を食べないふりをしました。アメリカンジョークマン、網を買いに行きました。ジャパニーズジョークマン、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 ジャパニーズジョークマン。なんて言った最初。何が最初。ジャパニーズマン、アメリカンジョークマン、アメリカンジョークマン、ね、なんだっけ、食べ物を食べないふりをしました。食べ物を食べないふりをだから食べてるわけだから嘘じゃん。え、嘘ってこと。それはでアメリカンジョークマン、嘘。あ、食べないふりをしたから、食べてないわけないもんな。ん、どうやって食べ物を食べない。お、これじゃあ最終決戦。はい、負けられねえな。本気でいくしかねえな。この勝負今は亡き俺の愛するおばあちゃんに捧げて、まあ、生きてるんだけどね。出ました、ジャパニーズジョークマン、アメリカンでした。ジャパニーズジョークマンゲーム、イエーイ。アメリカンジョークマン、外に出てみんなをパンチしたよ。アメリカンジョークマン、あっち。しっかり謝ってするわ、ね、本当にありました。ここにお詫びいたします。ジャパニーズジョークマンゲーム、ウェーイ。ジャパニーズマン、ハサミを使ったよ。ジャパニーズマン、布団で寝たよ。アメリカンジョークマン、ぶん殴った人はみんな死んじゃったよ。ジャパニーズマン、ちょっと待って待って、ちょっと今のはあれかもしれんな。ブラックアメリカンジョークマンかもしれない。何それ。これちょっとまあ裏モードっていうか、まあ裏ルールあるんですけど、でもぶん殴った人みんな死んじゃったってことで、これまあジョークではありますよ。まあ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 、ブラックジョークに入っちゃうんですね。何それ。でもまあブラックアメリカンジョーク、この場合まあ、ちょっとあの勝ち負け関係なしにちょっと罰ゲームが執行されますね。聞いてないよ。いや、まあまあそれを言った人に向けて言うの、直接的に。うん、くそ。まだ最終決戦は続いております。それではいきます。ジャパニーズジョークマンゲーム、イエーイ。アメリカンジョークマン、ホタルを見たよ。アメリカンジョークマン、肩が抜けました。アメリカンジョークマン、湖を泳いだよ。アメリカンジョークマン、スナッピーの首をぶん殴ってちぎりました。ジャパニーズマン、これダメですか。これダメ。大ブラックジョークだよそんな。最悪じゃん。あ、じゃあこれはあれだ、カット。これはでもね、実は入んないんですよ。メルヘンはありなの。もちろん。アメリカンジョークマン、ケロケロケロッピーの舌を引っこ抜いて牛タンにしちゃったよ。せーの、アメリカンジョークマン、爪をかじってハムスターにあげました。アメリカンジョークマン、いいのそれは。何がそれもいい。いやいやいや、ハムスターそんな食べたら死んじゃう。めっちゃリアリティあるでしょ。爪をこうやってハムスター食べたら死んじゃうよ。ああ、それあれね。でも飼ってる人いるよ、いっぱい。ああ、ごめん、ハムスターじゃない。
言ってないですよ、ね、言ったよ、ハム太郎、ジャパニーズジョークマンゲーム、イエーイ、アメリカンジョークマン、雪かきをしたよ、アメリカンジョークマン、汗はかきませんでした、アメリカンジョークマン、刺身を食べて腹壊しちゃったよ、ジャパニーズマン、歩きました、アメリカンジョークマン、僕のパジャマは鋼でできています、アメリカンジョークマン、肘から大量の毛が生えてきました、アメリカンジョークマン、喉仏が3メーター伸びたよ、アメリカンジョークマン、家族はもうみんな天国へ行きました、アメリカンジョークマン、ウサギを飼い始めたらウサギが僕より頭良くなっちゃったよ、アメリカンジョークマン、紫かと思ったら黄色の建物にした、アメリカンジョークマン、白い犬を飼ったと思ったらピンク色のハムスターでした、アメリカンジョークマン、生き物かと思ったら池でした、アメリカン、焼き鳥だと思ったらセロリでした、またいかがじゃあもう小梅大夫さんゲームじゃあ本当にもうラストにしよう、マジでラスト、ね、本当にジャパニーズジョークマンゲーム、ウェーイ、ジャパニーズマン、最近鼻水が出るよ、ジャパニーズマン、バイクに乗ってます、アメリカンジョークマン、船に乗れます、ジャパニーズマン、船に僕は乗客として乗りました、昔ね、ジャパニーズマン、飛行機に1回だけ乗ったことがあります、ジャパニーズマン、沖縄に行ったことがあります、アメリカンジョークマン、埼玉県民です、ジャパニーズマン、岡山県民です、ジャパニーズマン、長野県民です、ジャパニーズマン、お母さんが一人います、アメリカンジョークマン、お母さんはアフリカ人です、ジャパニーズマン、お父さんは日本人です、ずっとアメリカンジョークマン、お父さんはカナダ人です、ジャパニーズマン、うどんを一人で作れます、ジャパニーズマン、美味しいご飯を食べたときは美味しいって言います、アメリカンジョークマン、美味しいご飯を食べてもそばが食いてえなと常々思います、アメリカンジョークマン、最近美味しい食べ物がないなって思ったら冷蔵庫にいっぱいありました、ジャパニーズマン、冷蔵庫持ってません、アメリカンジョークマン、僕の家はハムスターを10匹飼っています、ジャパニーズマン、ハムスター昔死にました、アメリカンジョークマン、最近しゃべくり7を見ていたら鼻血がいっぱい出ちゃったよ、ジャパニーズマン、鼻血は小2の頃に出しました、ちょっと待って、あんなになっちゃった、あれ負けちゃう、身動きが取れない、誰か助けてくれ、誰か助けてくれ、じゃがいもの弟エンドウ豆、ああずっと嘘ついてるこいつ、怖い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 、楽しそうだね、マジで怖い、マジで怖い、怖い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 、僕は男、怖い怖い怖い、それとも女、いやキャッチャー、嘘ついた、お寿司を食べるときは必ずマヨネーズをかけます、また嘘ついた、あ、痛い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 、もちろん明太子入りですかね、ゆっくりやんな、マジでマジで、ゆっくりやんな、ことを
鳥のさえずりが聞こえるのは夜。好きなタンポポはバラ。わけわからん。今年最大級のアメリカンジョーク、ここでいきましょうか。ここはくるぶしです。